どうもこんばんは、名探偵ピカチュウ新コンビ誕生、やっていきましょう。いや、いいね。なんかこの久々に真面目な始まり方をした気がすんな。いいね、いいわいいわいいわ。ちょっと今度からこうやって綺麗な感じでやってっかな。で、前回はオートロックみたいな名前なんだよ。オーロット、さすがに覚えてるわ。オーロットが暴れた原因を調査しようだったよね。そうだよね、そうだよね。おい、オーロット、大丈夫か。オーロぐらい言うのは多分日村剣心ぐらいなんだろうな。お前記憶がないのか。鬼氷と同じだね。くそ、やっぱりか。中庭についてめちゃくちゃになっちまったな。いい庭だったのに。オーロー、お前のせいじゃないぞ。俺たちが犯人を捕まえてやる。ママかける竜のひらめきをこのティム君が急にやり出せば勝てるな。おい、飯を食ってる時に妙なポケモンを見かけなかったか。いや、記憶失ってんなら見かけねえんじゃね。オーロー、そうか、気づかなかったんだな。オーロー、いや、気にするな。だったらまあこのニーナに聞くか。謎のポケモンね。これも怪談レポートに書いておく必要がありそうだわ。怪談レポート、起きたことをまとめてるやつって、まとめてるってやつですか。うん、それ。怪談って呼び方が恥ずかしいけど、まあね、ちょっとそうだな、恥ずかしいな。わかりやすいからそう言ってるの。起きたことを、起きた不思議なことを記録してるんだ。その中でもこんなにひどい出来事は初めてだよ。まあ、遠回しにあなたが来たからよってティム君、あなたが来たからよってこいつ思ってんじゃないかよ。おい、お前ふざけるな。メガネを外せ、そして髪を整えろ。するとそこそこ可愛くなるかもしれないぞ。階段についてレポートを見てもいいですか。もちろんいいよ。でもみんなに貸しちゃってあるから、 みんなに聞いてみてね。あ、なるほど、みんなに貸してあるのか。じゃあみんなに聞きに行くのか。あんなポケモン初めて見たよ。この研究所の子じゃないよね。あー、だったらまあここら辺さ、多分さ、聞いてもさ、わかんないんじゃないかな。さっき見慣れないやつが来てたんだ。何か知らないか。フォッコ、何、やつの声を聞いた。お、俺の方が先に住んでた。だって、なーに、なんだそれ。先にここに住んでたポケモンがいるってことか。やつは確かにそう言ったんだな。すごいや、ピカチュウ、謎のポケモンの証言だね。やるじゃないか、フォッコ。いいだろう、今度そうだな、ハイドロポンプを。謎のポケモンについてたびたび見かける、たびたび見かけるもしかしてそこそこここの住人説あんじゃない。住人っていうか10ポケモンか。別にポケモン側からしたらそんな気になってないみたいな。そうか、名前はわからないか。でもたまに現れてみんなのご飯を食べちゃうんだな。ご飯の盗難。うん、まあとりあえず謎のポケモンについて聞いていこう。あ、はい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 。絶対これ関係ないな。これ絶対事件に関係ないな。これ関係ないよ。絶対関係ない。絶対関係ない。うわっ！びっくりした。でもそんなことしてる場合じゃ、お前遊んでる場合じゃねえだろ。なるほどって何がなるほどだったか教えろよ。あー、だったら階段について。レポート持ってる？所長室にある。よければ取りに来て。取りに来るじゃなくて、勝手に取りに行けってことか。ここか、ここが所長室か。所長室入ってないんだよね。あ、ここ、あ、うわ！移動してる！二人。いや、同時に存在、ミッキーと同じ理論で同時に存在しないだろうから、ちょっとここ見ていい？なにこれ？プロジェクトチラーミーの写真、これは PCL のスタッフが写ってる。綺麗な模様。絶対これ関係ないよね。これ絶対関係ないね。チラーミーか、こいつが。笑顔でお掃除、内心腹が立っている。って感じかな？笑顔でお掃除してるけどね。チラー。謎のポケモンについて。なあ、この研究所に隠れてるポケモンがいるみたいなんだ。何か知らないか？チラチラミー。何？この間ロトムが時計に入って隠れてたって。興味深いな。それで時計がすごい勢いで回って、それを見たドローシーがびっくりして逃げていった。ロトムのやつ呆れたもんだな。チラミありがとうよ。早く進む時計。ああ、お掃除については、ああ、なんだ、空きか。適当に読んでたら、ああ、オッケー、特になしか。で、所長に問題を解いてないんで、すごいわ。階段について、レポートってお持ちですか。ええ、ニーナのレポートね。私はもう読んだから、ティム君に預けるわ。あざーす、そのままパクって帰ります。お、気にならないか。え、何が。ポケモンたちから聞いた謎のポケモンの話とニーナの階段だ。言われてみれば。ちょっと確認してみるよ。トリマ受付の、あ、リタ、ちょっと、やっぱり可愛い。私ピカチュウ大好きなの。
女の子に話を聞こうとするといつもこうだ。おい、ケム、彼女に言ってやれ。俺は可愛いだけのピカチュウじゃないってな。はあ、はいはい。いや、リタの方が可愛いよ。全然、君の方が可愛いけど。あ、お前じゃない。はい。壁越しにすごい、うわ、はいだって。いや、いいなこの子。急に恋愛ゲームに変わらねえかな。急に変わらねえかな。壁越しにすごい音が聞こえてきたわ。撮影って映画の撮影だったの？いえ、オーロットが急に暴れ出したんです。え、あの子が？それでみんな大丈夫なの？はい、スタッフもポケモンも無事です。全部僕が守りました。じゃあ謎のポケモンについて。この研究所に謎のポケモンが紛れ込んでいて、おそらくそいつがオーロットを暴れさせたんです。こっちに何か逃げてきませんでしたか？いえ、ポケモンも人も来てないわ。念のため監視カメラも見てみるわね。ありがとうございます。やっぱりカメラの記録映像にもないね、フラエって。じゃあフラエって、監視カメラについて。この研究所には監視カメラがいくつか設置されてる。あー、じゃあ他のカメラでなんかさ、映ってる可能性があるってことなのかな。研究所戦えてからずっと記録している。監視カメラの映像見せてもらってもいいですか？あ、見れるの？お、はい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 、いいね。わ、なんかさ、え、このゲーム今なんか1200円ぐらいでさ、ダウンロードしたんだけどさ、結構作り込まれてる気がすんな。ん？フリッチさん？あ、ごめんなさい、間違えちゃった。これは昨日の映像ね。監視カメラなんてめったに見ないから、このボタンが、こういうお茶目なところもね。オーロットが暴れてから外に出た人やポケモンはいないね。ああ、やつはまだ研究所のどこかに潜んでるってわけだ。なるほど。監視カメラで記録してるなんてセキュリティに気を使ってる。はい、当時の所長がそういうことに厳しい人だったみたい。新しい研究所について。この建物ですか？そうよ。実はこの研究所は一度建て直されてる。あー、じゃあその10年以上前に建てられた時に住んでたポケモンってことかな。それがね、実験中に何かが暴れて建物の大部分が壊れたとか、詳しくは私もわからないの。ドロシー所長なら知ってる。りょ、じゃあドロシーのところ行ってくるか。おい、聞いたか？この研究所は一度壊れて建て直されたってよ。うん、何かが暴れたとも言ってた。もしかしてポケモン？ああ、かなり気になる情報だな。所長、隠してることを全て吐いてもらうか。昔の研究所についてだ。昔のことが知りたい。あなたの昔を知りたい。最悪研究所じゃなくあなたの昔を知りたい。それが謎のポケモンと関係あるのね。昔のことはよく知らないの。でも確か資料があったはずだわ。資料室の奥から2番目の棚よ。なんだこいつ、動かせやがって。お使い気になってんじゃねえか。奥から2番目の棚、これ昔の PCL の資料が並んでるな。設立、まあ、パッパッパッパン見てくわ。ポケモンとの関係を用意す、ジョン・ワールス、20年前。設立メンバーが集合写真。ポケモンも写ってる。なんていうポケモンだろう。写ってるのはハーデリア。ゲン、あ、ゲンガー、あれゲンガーじゃない？なんか影的に。水五郎、エイパムだね。昔にいたポケモン、ゲンガーっぽいな。事故、あ、ポケモンが暴れ出して研究施設をぶっ壊して維持不可能となった。で、建て直しになったと。研究所は閉鎖になったけど、新しい研究所が放置されて、事故の2年後に今の研究所が建ったと。放っておかれたのか。どんな壊れ方をしたんだ。なるなるなる。お、はい、昔いたポケモンはどんなやつらなんだ。ポケモン資料でまだよく見てない棚があったな。調べてみようぜ。了解。あ、あ、あ、あった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 。ポケモンの捕獲に関する研究。本研究ポケモンはエレキネットの作用にポケモン音楽の助けとなる道具を応用することを目標にして、ドロシーフィッシャー。ああ、難しい話してんな。あ、水ごろ。普通に通じても呼吸ができる。泥の中に入る。あ？あ、ごめん。もう、ごめん。完全にゲーム実況ではなく、ただゲームやってパッパッパってちゃんと流れ、なんか流し読みしてる私になってしまってた。あー、なるほど。これやっぱゲンガーっぽいな。謎のポケモン、ポケモンたちはもう知ってるようだね。ごめんね。俺もう完全に流し読みしちゃってるね。もう。はい、俺の予想の犯人、ロベルト・カルロス。
や中庭が大変だったんだって。私もビデオを見させてもらったよ。とんでもないことが起きたもんだね。あー、ロトムについて。カロスさんの研究パターンのロトムなんですね。こういった機械に入って操ることができるけど、なかなか協力してない。話しかけてる方、階段レポート持ってるかい？はい、階段なんてありえないね。まあ読むには十分だよ。ければ気にまつけるよ。ありがとう。あー 3?3?2 がねえぞ。知りませんか。何も知らない。立て直されたものだったとは。謎のポケモンについてさっぱりだから、多分このロトムは知ってんじゃないかな、この謎のポケモンについてを。謎のポケモンについて、ロットロット謎だなんて生意気、ミステリアスなのは俺だけでいい。お前役に立たない。研究所の立て直しの前のこと。あ、なんでこいつらみんな知らねえんだろう。普通研究所で働いてたらさ、分かりそうっていうかさ、自分たちのところの資料何も読んでねえんだな。ずいぶん暗い部屋だな。ちょっと明るくするか。ビー、悲しくなってくるわ。なんだ今の映像、頑張っても出ないもん か悲しいわ。ユニラン知ってんじゃねえ、謎のポケモンについて。たまに来ると誰、ガブルンが話してる。ちょっと待ってね、じゃあこっち行ってみっか。はい、謎のポケモンについて。見慣れないやつはいないが、ウォーレスが気づいてないやつならいる。詳しく聞かせてくれ。そいつが来ると部屋が寒くなって、完全にゲンガーだね。ゲンガーはなんか5度下げるみたいなことが資料に書いてあったから、これで揃ったんじゃない。こいつが階段持ってそう。あ、来た2だ、これナンバー2だ。ティムはその手の話が、ウォーレスが返しちゃってることがニーナの付けにまだあるかもしれない。あ、マジ。でもその前に昔の研究所について聞かせてもらおう。事件と関係あるのか。それドロシーが何か言ってたの、この研究所は昔。あー、まあ知ってるっちゃ知ってんのか。あー、でここになんかがあるって言ってたな。これか。はい、でナンバー4、はい、オッケーで、ナンバー5、はい、オッケーで、で、ダストダスに謎のポケモンのことを聞こう。これ多分知ってるんじゃねえかな。中庭ポケモンたちそんな話をしてるの聞いたことがあるが、あ、それだけか。どうやらポケモンたちは謎のポケモンがいることを知ってたようだな。そうだね。でも正体までは分からないみたい。だが必ず手がかりはず。何か気づいたことはないか。あ、来た。ポケモンの手がかりはないか。ニーナの階段だよな。なるほど、ティム。確かにポケモンたちから聞いた謎のポケモンの話と階段の内容が一致するな。うん、きっと階段を起こしているのは謎のポケモンなんだ。なあティム、ポッコが声を聞いたポケモンって昔の研究所にいたやつじゃないか。そうか、俺の方が先に住んでたって証言だったね。だろ、昔の研究所のポケモンが謎のポケモンかもしれないぞ。資料室で見たポケモンどれかだ。そうだね、ピカチュウ。これで整理ができるよ。だいぶ前から俺は整理できるけどね。整理メモもう、いや、推理メモでミスるパターンがあるけど、もう答えは分かってる。もう絶対にゲンガーなんですよ。もうみんなも分かってるよね。ゲンガーなんだよ、ゲンガー。ポケモンの正体はゲンガー。おそらくゲンガー、ゲンガー、ゲンガー。建て直し前からゲンガー、ゲンガー、ゲンガー。ここに住んでたポケモン。ゲンガー。住んでたゲンガー。階段のゲンもゲンガー。だろう。ティム。そのゲンガーが何かゲンガー？ゲンガーだよ。わかるか？はい。でもゲンガーだよ。なぜそう思う？なぜ、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 なぜ。部屋が突然寒くなる。それでいいか？え？イエーイ！そうだな。奴の潜む部屋は寒くなるという。この階段はゲンガーならではだ。お次はどうやってオーロットの昼飯を回収したかだ。ファイ。わかるか？ファイ。どうやって？人に呪いをかけて喜ぶ。部屋の温度、影の中を自由に動ける。影の中を自由に動ける。簡単すぎる。そう、やつは簡単すぎる。潜んでた。ビデオに映ってたのはやつの手、手だけを影から伸ばしてた。っていうか下の絵が。やったな、ティム。そんなに喜べない。ゲンガーが謎のポケモンの正体だ。わかってる。パッパラパッパッパー、ゲンガーだ。寒い部屋にいる。そうだね。これまで調べた中で妙に寒い部屋があったな。どこだったか覚えてるか。え、ちょっと待って、それは覚えてないな。あ、会議室じゃない？
あ、ごめんなさい。それは所長室じゃない？あれ？ってね、いうやつね。わざと2回ミスっただけだからね。そう、資料室だ。おそらくゲンガーはそこにいる。行ってみよう。いや、ここ行ってみようっていうノリのような場所じゃない。どこにいる？え、ケム、この部屋にゲンガーがいるはずだ。姿は見えないけど。そうだな。おい、ゲンガー出てこいよ。そんな出てくるわけないだろう、そんな呼び方で。え、なんか声聞こえたな。出てこないね。ちくしょう、見しやがって。きっと影に潜んでるんだね。なんとかおびき出したいところだ。どうだ、柵はあるか。懐中電灯を使おう。それだ、懐中電灯を当てて影を消しちまえばいい。やつあぶり出すぞ。早速懐中電灯の用意だ。懐中電灯の用意？もうしてくれた。ゲンガーさん、どこに隠れてるんですか？でかい。お、出たな。追い詰めたぞ。観念しろ、ドリャー。ギンギンギン、すり抜けやがった。今度は俺が相手だ。え、何すんの？危ない、怪しい光だ。は、え、は、なに、これどうすんの？どうすればいい？はい、おっせ、わかりやす、やりやす。ゲンゲロギーゲゲゲゲゲゲゲ。助かったぜ、ティム。危うくゲームオーバーになるところだった。だが、ゲンガーのやつ、部屋の外に出てっちまったな。まずは、やつのすり抜けをどう封じるか考えないとな。あー、確かに。確かにな。でも無敵じゃん、あいつ。ゲンガーを捕まえるには。これも、いける、いけないかな。ゲンガーのやつ、すり抜けるとは。捕まえる方法はないもんか。そうだな、だったらちょっとカットして情報だけ集めてこよう。あ、ゲンガーいるじゃん。おい、あ、お、あ、お、あ、来た。昔作った動画は役立つが、私はポケモンを使えるの研究していたの。あの動画はゴーストタイプにも効果があるはずよ。多分まだ倉庫にあるぞ。きたー、意外とぐるりと回ってきたー。あ、はいはいはい、ピカチュウ来てこれだよ。急に来るな。もう押し、もう全然なんかオンオフの切り替えが俺半端なくできないわ。効果のだわからんが唯一の頼みだ。捕獲装置来た。何これ、メガホン。よし、ティム、おう、これでやつを捕まえるんだ。何これ、バットの持ち手に紙コップ取り付けたような装置。これ本当に捕獲装置いけんの？じゃ、ゲンガーに会いに行けばいいのか。え、これどう使えばいいの。おお、なんか来た。ゲンゲロ現れたな。今度は逃がさねえぞ。え？え？ゲンガーを捕まえろ。あ、はい、うわ。ゲンゲロギギ、はい。今だ、ピカチュウ。モンスター、でもくれ、モンスターボールの方が早。やったね。まあ、こんなもんいいよ。早速話を聞かせてもらおう。やったな、ティム。ゲンガーを捕まえたぜ。早速情報を聞き出すぞ。お店でハイパーボール買ってきた方が早かった。真犯人を暴け。もうここにいるからな。行くか。はい、話を聞いてみよう。ゲンガーのパートナー、それが黒丸。あ、ゲンガーのパートナーか。おそらく研究員の誰か。そいつの化けの皮を剥がしてやろうぞ。ああ、いい、面白い面白い。そっかそっか、これで真犯人が分かんのか。まずはゲンガーに知ってることを吐いてもらわないとな。そうだね、そうだね。これでもゲンガーが吐いてくれればいいけど。あ、いい、面白い面白い。
というわけで、ちょっと長くなったんで、お楽しみは次回にしよう。それじゃあ、バーイ。どうもどうも。今、みんなの画面には、黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まず、パソコンの人。パソコンの人は、この画面上部の、チャンネル登録は、ここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人。スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ、俺の、肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど、肘治るんで、よろしくお願いします。